いや今回サンプロ初の石田直哉です。え、これでいくの？皆さんこんにちは。こんにちは。とっくんです。さちゃです。えひです。はい、なんか久しぶりに、ね、3人集まったんですけどいや今回ちょっとね、メーカーさんの方からちょっと石田のレビューをしてほしいということで直接こう交渉がありまして。お、どこですか？うん、ビクターさんからちょっとレビューをしてほしいということで。はいはい。今回はまずラケットがディアムピッチフォードの、まあ、フレアなんですけど、これはディアムピッチフォード、まあ、あのカノピッチフォード選手の、ね、モデルのラケットです ね。そう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 。なんか僕の聞いた噂じゃめちゃめちゃ飛ぶっていう噂なんですけど、で、まあ、ラバーが赤が V15、まあ、皆さん知ってるような V15 ですよね。 V15 のラバー、 V15 エキストラ、エキストラだ、すいません、 V15 のエキストラですで、このバック面が V11 のエキストラ、うん、まあ、ラバーも V15 と V11 じゃシートが強いか強くないかっていう話らしくて、でこっちはなんか柔ら、 V11 の方がちょっと柔らかめっていう話をメーカーさんの方から聞いて、あ、ほうほうほうみたいな。あれだね、10% の軽量化っていうのが、そうそうそう、なんか 5g ぐらい軽くなってるみたいな、うん、なんかそういう話になってるね。で、まあ、V15 エキストラ、まあ、僕もちょっとね一回ちょっと試して使ったんですけど、結構良かったんですよね。今組み合わせ次第じゃすごいいいラバーに化けるんじゃないかっていう感覚はありました、僕は、うん、はい、ちなみにお値段はラケットが6,000円。知ってるんかい取りましたよ、さすがで、11が5,200円。おうほうほうほう。で、ラケットのこのリアムピッチフォードが2万円。おー、これ定価ですかね。そうだね、まあ総額的には、まあ、3万円ぐらい。クリップの太さはどんな感じ？いや、俺の手で持っても全然、そう、俺の手で持っても全然、うん、こう流れさ、俺の手で持っても全然、俺の手で持っても全然、俺の手で持っても全然って悪いやつだ。一般的なのと比べてどうかなっていう。ああ、そこまで考えてたんで。そこまで。いや、これ結構ね、持った感じすごくいい、ね。手ちっちゃいとね、すごいしっくり、ね。俺手ちっちゃいからさ。もうちっちゃい。指ちっちゃい。俺もそんなちっちゃい。手ちっちゃくても持ちやすいと思う。うん、意外と持ちやすいね。したくてしょうがないですね。行こうか。やっていきましょう。はい、ちょっと僕もシダしたいんで、とりあえずちょっとやっていこうと思いますので、皆さん、ここからの動画をぜひお楽しみに。それでは、行ってみようと思います。行こう！よし！行きましょう！オー！はい、ということでちょっとシダしていこうと思います。なんかね、こうボールついた感じね、やっぱ飛び跳ね方がね、違うよ。カーブ。音もめちゃめちゃ高いね。跳ねてる音で。そう。すげえなんかメーカーさんからも言われたんだけどさ、なんかすごいなんか音がポン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 言うからさ、ね、高い音になるし、パワーヒッターの人が結構あれ使ったよな。いいって感じるらしくて。あれ、いいじゃないですか。パワーヒッター。それは俺じゃないやと思う。上回転からいこうか。まあ、ちょっと V15 の方からちょっと使っていこうかな。高い音だね。うん、うわー。え、めっちゃいいじゃん。おお。うわー、速い。すごいね、まっすぐ行くの、俺が。あ、冷たい。体が温まってますよ。なんで？なんで？体が温まってます。温まってませんって言ったんだけど。うわー、いや、あのね、速い Z カーブ、 Z カーブこれ結構好き、これ、ね、カーボン嫌いのトップンが、うん、打ち当てても普通にね、手のひらが反応というか、はい、じゃあ次ちょっといちいち使います。カウンターで見るのも一緒なんですか？カウンターがなんか押しみたいなところ。ああ、そうだ ね。そう。これは俺も前も使ってたからさ。それは確かに間違いないと思って。うおお。超軽いスイングでいくね。うわ。
相性がいい。そう、強く当てたら逆に行き過ぎちゃう。そう、なんか行き過ぎちゃう感覚はあるかもしれない。ちょっと次いちいち打っていこうと思います。ミスる気しない。あの結果やばい。でもイチゴよりは球が軽い気がするな。まあそうだね、なんかあのシートがそこまでやっぱ強くないし、本当に手のひらの感覚っていうか、私も回転かけでも簡単にいく。えっ、あっ、ちょっと待って、壁張り返っちゃう。カウンター先になっちゃう。めっちゃいいじゃんこれ。おお、これイチゴ、これイチゴ、おい、イチゴです。あ、イチゴ、あ、うわ、早い早い早い。あのね、打ち当てる感覚なのかな、これは。あ、打ち当てる感覚だと本当に飛んでっちゃう気がする。安定性が、安定性考えたら薄い捉え方だと入るかもしれない。いいね。じゃあ11の下回転ちょっといこうと思います。うわ、安定してるねこいつ。安定してるね。いや安定してるね、本当にこれは。うん、絶対ミスらん。安定を求めるなら V11 エキストラね。いや、ピッチオートにもう V11 エキストラ持ってしまえばいいかもしれない。重いボールとか速いボールとかが一番の方がいい。だから人によって感覚があると思うんですけど、なんか厚く当てるような感覚でやるんであれば多分11の方がいいし、薄く当てるような感覚でやるんであれば1号の方が絶対入る。ボムね、やっぱバックの感覚とフォアの感覚ちょっと違うからさ、やっぱ。おお、ちょっと待って、めっちゃ入る。わー、飛びすぎるけど、あの振ってしまえば入る。一発狙うなら全然いい。いや、一発狙うならすごくいいよ。おお、これいいね。シート強いから入るわ。じゃあ次いちいちいきます。はい。安定するね。いいんじゃない。っていうか本当に安定するよね、いちいちは。これ強くぶち当ててもさ、入りそうな感覚が収まりそうな感じ。次返せそう。カウンターは簡単に入るし、ちょっと1号の下回転打ちいこう。力いらない、力いらない。おお、あ、ごめん、なんか、強く、やっぱ強く当てる人にはちょっと難しいはず、1号は。じゃあ次、1、1いきます。いや、1、1、まだ当てしてる。おお、やばいな、これ。いや、マジで全部入ってくる。ちょっとレシーブとかいこう。あのカーボンの感じだと飛んでっちゃうんだよ。うん、やっぱ押さえようとしても俺ちょっと難しいなと思ってたんだけど、これやっぱすごい、全然収まる。うん、いちいち、いや安定してるね、やっぱ。おーい、チキータしようか。いちご、いちごいきます。いちごから、ああ、うわ、いや強っ。ラケット強っ。うわ、いち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 、いや待って、いや、ヘンパ当てしてる。気のせいだ、俺の実力だった感じ。わー、安定してるな、やっぱ。
こいついいよやっぱいちいちいいって。これ球は軽くなるかもしれないけど、卓球ってやっぱ入れること大切じゃん。それにめちゃめちゃ関しては性能いいよ。スピード感チンチは。そう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 、なんか自分の本当に振った感覚がそのまま入ってるような感じだからさ、いちいちは。でしかもこのラケットだからさ、それに加えてちょっとこうボールの飛びがあるというか、だから組み合わせがすごくもいいかもしれない。だから言ったらイチゴ、まあ俺のあれは、まあ、イチゴはそのこのラケットに合わせるんであれば薄く捉えるような感覚を持ってあげれば確実に入る。でイチイチは逆にその分厚く当てるような感じ感覚を作ってあげれば入るかもしれないね。サーブ出してもいい。ミスってもなんかそんな不安がない。あ、そうだね。
トラケットがあったら絶対使ってるよ。いや、これいい。ちょっと下書いてみてもらっていいですか。俺がペンダン。イチゴの方。はい。あ、めっちゃ上がるね。強くして。おいいね。俺、ペンツブなんだよ。おいいね。ペンツブの打ち方じゃないんだったから。で、1日、1日。うん。うわー、やりやすい。普通にさ、やっぱ。手のひらいい、ね、手のひらの感覚で。全然いい。振って、おいしい。開いた。おお、あ、でもね、こっちからしてもね、やっぱ返しやすいのはあるかもしれない。うん、ね、なんか球が綺麗だよね、やっぱ綺麗、綺麗、綺麗、ちょっとここか使い込むのかな、こっちの方がちょっとだけ、ちょっとだけ落ちるかなって思うけど、うん、でもやっぱ、安定はするね。いや、本当だ、扱いやすいね。本当に中級者向けなのかもしれない、11に回して、うん、結構フルスイングしても、全然収まってくれる、11は、うん、1号はフルスイングしたら、そのままいっちゃう感じ。いや、1号確かに薄く取れるような感じに本当に入る。入る入る。確かに。めっちゃかかんじゃん。掴んじゃん。掴むような感覚よりも離してあげるような感覚を掴んでしたね。今のがちょっと扱う。扱ってるとやっぱ飛ぶよ。おいい。やっぱ薄い方が。おいい。入る。熱いと多分これこいつが良すぎるんだ。そう。シートが強すぎるから。そう。飛んでくるよ。多分ね、力入った時にちょっと難しいかもしれない。力んだろう、ね。じゃあ試合ならなおさらって。そう。はい、1、5。はい。はい、安定感。なんだっけ、これは？すげえ。お、いいね。おお。これはすごい。いいっすね。いや、なんかね。全部入りそうな気がする。いや、マジで入る。いいよ、これは。すごいね。面白いわ。いや、いい経験だ。うん。ちょっとラケットで遊びましょう。いや、すごい。これ、台上からさ、先手取ろうと思ったら。うわ。台上から先手取ろうと思ったら、マジでやりやすいかもしれない。ありがとうございます。総評しましょうか。総評しましょうか。ということで、シダ終わったと思うんですけど、思うけど終わったんだよということで、ちょっと終わったんですけど、いや、どうでしょう。いや、いいね。いいよ、好評だよね、やっぱなんかね、まあ野球だったら、まあ本当にピッチャーがど真ん中ストライクずっと投げてるようなイメージ、俺はなんで野球で例えこれ、卓球だ好きなんだろうな。こっちの方がオートで入るような感じだよね。イチゴの方がこうなんか自分も技術が高くないとこう難しいラバーだとはこう感じました、ね、自分はラバーはそうだね、うん、まあラケットの総評としては、まあ、飛ぶんだけどなんか飛びすぎるっていう感覚じゃないよ、うんうんね、そうね、うん、飛びすぎるっていう感じじゃないね。これすごかったよ、このラケット自体すごいね。カーボン嫌いがここまでね。なので合板なんか合板の感覚にも近いんだけどちゃんと飛んでくれるっていう、うん、なんかで弾道は結構ずっとまっすぐようなイメージだよね、うん、やっててもなんだろうね、ラバーの組み合わせだったのかな。もう本当組み合わせがすごいんだと思う、これに関してはこれのペン出してほしいね。ペンだったら絶対使ってるよ、ね、これめっちゃいい、本当にめちゃめちゃいいと思う。わかんない。また調べとこか。変があったらマジでおすすめ。いや、すごいと思うこれ。で、まあラバー、まあ一号の方は、まあ、まず回転がかかるとしっかり。あとシートが強い。シートが強い。うん、で、まあ薄く当てるような感覚を作ってしまえば簡単に入るから。で、その11使うんであれば、まあその安定性をまず求めるっていう時に使っていただいた方がいいから、うん、で本当に中級者とか始めた人でも全然使えるとは思う、うん、そうだね、ね、うん、なんか本当にこれで打つ感覚を作ってしまえば多分他のラバーに行った時に何だろう修正がすぐできるかなって思う、うん、確かに。でもバックはすごいね、両方良かった。板もいいからかっていう話だよ、うん、なんかバックがすごいと思った。これフォアはその結構感覚分かれるんだけど、バックは
どっち使ってもいいよ。ミスる気がしない。どっちでもミスる気しない。いや俺ね多分これ使ってたら本当に両方これでこの組み合わせでいってたと思う。予想じゃ本当にだ上の人でも全然使えるし中級者でも使ってほしいし初心者でも全然いけるし、まあ、ちょっと重量が重くなる分初心者に関してはちょっとそしたらやっぱ11の方がいい。そうだね、両面11で、うん、両面11から始めた方がいいね。軽いのがあるだから。そう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 、ね、厚さ変えてみればいいかなと思うし、まあ、ちょっとね軽くなっちゃう。そう球がちょっと球が軽いかなっていうとこはあるんだけど、まあ、守られたりカウンターはもしかしたらやられやすい。うん、まあ、この組み合わせだからこそ球は軽くなるかもしれないけど、あ確かにラケットが飛ぶ。そうそうそう組み合わせがね、これがまあラバーが違うラケットになってればもしかしたらもっと重い球が出るかもしれないし、うん、逆にね表とか貼ったとしても女性の方とかでもね全然使えるかもしれないね。これはもう本当に総評的にみんなあれですか大好きぐらい好き好きやっぱ俺は11かな。11が11の方が好き1号の方がやっぱ試合とかでこう薄く当てなきゃいけないっていうのをこう意識しなきゃいけないから。そうだね、試合って考えると結構難しくなると思うよね。11の方がそう確かにこうなんなんすごいよ、なんか入っちゃうみたいななんかそうなんか入っちゃうなんか入っちゃうから入るからだから結局試合になったらまあ厚く当てることが多くなっちゃうからこそ、うん、11使ったりとかしたら結構いいかもしれない。11よかった。11も良かった。11終わった。11が好きはい、ということで総評としてはもう大好評、うん、大好評、大満足大満足、うん、まあ皆さんマジでおすすめです。本当にこれはおすすめだと思いますんで、タイプの違う3人が使って3人ともいいっていうぐらいだからね、うん、多分そうよ結構な人に合う。そうよ、だって得意、俺得意なの方はじゃん、得意のバックジャンプ。俺ペン粒じゃん。そもそも。あの線型が違ったもん。はい、ということで、はい、ちょっとレビュー終わらせていただきます。これ皆さんぜひご購入してみてはいかがでしょうか。おすすめです。うん。こうビクタさんにちょっとご協力いただいてもらったんですけど。すごいですね。すごいね。ね、すごいですね。ちょっとこれは感動したね。感動した。うん、では終わりですか、はい、ということで皆さんぜひこのビクタスさんのリアムピッチフォード、そして V15 エキストラ、 V11 のエキストラ一度試してはいかがでしょうかと、はい、ということで終わりますそれでは終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。